も、内山美恵です。いや、仙台に帰ってきましたよ。今回はね、素敵なお買い物をしてきたんです。それがこちらです。あれ、もう一袋、え、どこどこ、あ、あったあった、はい。皆さん、これなんだかわかりますか？あ、タイトルに書いてあるのか。そう、ポテトチップスが先行発売になっていて、それ仙台で売ってるのがこの HMV さんなんですよ。なので私、速攻で行ってもらいま…行ってもらいましてない速攻で行ってみました。おし、ね、これ1ダース1ケース買ってきたので、早速これを全部開封していこうと思います。これね、はい、YouTuber チップスっていうのがあって、これどこで出してんだろう。山吉製菓株式会社さんが作ってるらしいんだけど、これがね、トレーディングカードだよね。これ昔さ、私小学校かな、幼稚園の頃にこう野球とかのトレーディングカードありませんでした？これぐらいの小さいサイズでこのカードを開けるのがすごい楽しみにしてた記憶があるんだよね。アニメとかでも結構お菓子についてた記憶があります。うん、最近だとあんまり見ないけど、未だにお菓子ってそういう景品みたいなのってついてるのかな。大人になってから久しぶりに買いました、こういうの。はい、ノーマル45種類とレアが18種類入ってるそうなので、これをね、私12枚あるので、何が入っているのか早速開けていこうと思います。ちなみに裏面はこんな感じで、食べやすいサイズだよね。結構だいたいポテトチップスって一袋食べきれないで余らしちゃうんだけど、これはめちゃくちゃいいサイズです。1個目で手にしたので、まずはこれから開けていこうと思います。はい、あれ、なにこれ、え、待って、これ袋ちぎれるんじゃない？え、超強力なんだけど、え、これなんか袋破けちゃいそう、大丈夫かな。あー、木下ゆうかさんが、やばい、大丈夫だった、取れました。すごい強力だね。あ、間違って剥げちゃったりするのを防ぐんだね、きっと。考えられてるな。はい、ちなみにパッケージはこんな感じです。ヒカキンさんから始まって、私可愛いから大好きです。木下ゆうかさんとか水たまりボンドさんとか、こんな感じで、まあ、まさかこの絵の感じで入ってるわけではないと思うので、パッケージはね、こういう写真になっております。面白い。あ、はじめ社長とかもいるね。瀬戸康史さんとか、あ、フィッシャーズさんもいますね。はい、せっかくだからちょっと先食べたいよ。私食べていいですか？寿司お味。あ、わさビーフ出してる会社だこれ。これなんか私の一方的なイメージなんだけど、下にあるチップスの方がなんか塩が溜まってるんじゃないかなっていう感じがあるから、こうやってなんか混ぜたくなっちゃう。オープン。あー、ポテチのいい匂い。あ、なんか懐かしい感じがする。まずはこれを実食しなきゃね。ね、チップス、これがやっぱメインですからね、味が。さあ、いただきます。うーん、おいおいおい、はい、フライチップス、いただきます。うん、うまっ。あ、やば、あ、うまい。ポテチおいしい。うーん、結構しょっぱみが効いてて美味しいな。ナイスソルト。
美味しい美味しい。ティッシュティッシュ。さ。じゃあ記念すべき1枚目いきましょうかね。さあ開けまーす。よし。こっちが表、こっちが表です。さあ参りますよ。私より先にみんなが見るっていうね。さあ行きます。3、2、1、ドン。はい。可愛い女子来ました。すごいな、なんかグラビアアイドルのポストカードみたいな感じになっちゃうね。はい、女子大生 YouTuber さんでございます。こういう感じでね、並べていこうと思います。さあ、2袋目でございます。はい、開封ってワクワクするよね。さあ、行きたいと思います。はい、2人目は、せーの、はい、お、おー、ゲーム実況者のシロアさんです。なんかモデル、なんか 美男美女だね。あ、アイドルと俳優みたいなポストカード みたいになっちゃってるけど。はい、3枚目いきますよ。いきます。せーの、はい、じゃん、あ、寿司ラーメンりくくん、わーい、あ、嬉しい。あ、めっちゃなんか YouTube、 YouTuber、 めっちゃ超 YouTuber。 わー、硬いな、やっぱ。あー、さあ、いきますね、4枚目。3、はい、ほい、はー、すごーい、関根梨沙さんが出ました。いや、めっちゃ美男美女続きなんですけど、私ちょっと引き良くない？うわ、かわいいなぁ。女の子大好きだからなぁ。さあ、5袋目いきますよ。あー、かけー、おー、怖ぇ、よいしょー。ここ、ここかな、前で行く、こう、あ、上に行く、こう、こんな感じ。オッケー、行きます。行くぜー。5袋目。3、はい、ほい、はぁ、すごい、え、私めっちゃ引きよくない？これ、トップ YouTuber さんばっかりだよ。ヒカキンさん来ました。わーい、国内チャンネルの総登録者ナンバーワンですからね。 YouTube 界のパイオニアさんでございます。根元ね、あのスキーの、あ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 、何、え、ちょっと待って、光ってんだけど、ヒカキンさん光ってんだけど、これレアだ、やったー、すごーい、光るヒカキンさん、やばー、いや、嬉しい。はい、初レアはなんとヒカキンさんでございました。やったね。よし、ヒカキンさんね、元ね、スキージャンプの選手、私も妙高さん育ちなので勝手に親近感湧いてますよ。さあ、行きます、せーの、はい、オルタナさんです、どーん。いやー、嬉しいです。あ、見て、しかも、え、ね、これもレアなんだけど、え、すごいんだけど、レアなんだけど、やったー、ね、最近私ね、UFO キャッチャーしたばっかりですからね。ウームさん行って。おー、UFO キャッチャーのね、動画とか出されてますよね。ありがとうございます。やった。え、これなんかめっちゃ、え、これ、買って開けてる時が、なんかどんどん楽しくなってきた。やばい。買う時よりも、うわ、買ってよかったって思ってる私。次7枚目か。さあ、折り返しですよ。いきますね。どんどんいきますね。はい、いきます。せーの、はい。あ、PD さん。あらまー。なんかみんな、ポストカードがかっこいいですね。あー、超肉体系の、ね、アスリートだよね、もうね、もはやね。これさすがにもう上は無理か。あ、いけたいけた。よし、新さん、仕事だ。8枚目。さあ、8枚目いきますで、いきますよ。はい、いきます。せーの、じゃん、あ、開かない。せーの、じゃん、あー、くまみきさん、え、めっちゃ私だって女の子の引き良すぎなんだけど、やばい。かわいい系のね、 YouTuber さんですよね。原宿感じの、原宿感じの。今回超当たり、全部当たり、9個目。
これ無理があるかな、さすがにむずいか。はい、こういう感じでいきたいと思います。はい、次はどんな YouTuber？ あー、はじめ社長です。すごい、今んとこかぶりないんだけど、すごすぎない？マジで。なんかこれもうなんか飾れそうね、私これ飾ろうかしら。いや、そんなこんなで残りが3袋となってしまいました。結構いい音するよねこれね。ピロピロピロ。3、2、1、ドン。お、初めてのかぶり、寿司ラーメンリックスさん。けど人気あるからね、トレーディングできそうじゃないですか、すぐに。おー、勢いよく開けていくのが爽快感になってきた。何かを破壊しているような気持ちになってきましたよ。3、2、1、ドン。はぁ、めっちゃ嬉しい。しかも見て、すごすぎる。私レア、瀬戸康史さんのレア引きました。これちょ、 YouTuber 好きな方、今回の私のカードめっちゃ羨ましくないですか？ですよね。さあ、ついにやってまいりました。これがラストの YouTuber チップスでございます。うい、はい、誰だろうね。いくよー、いきます。 3、2、1、ゴー。やったー。マジで私こんな紙引きある？しかもレア。やばいんだけど私本当に。嬉しすぎて言葉が見つからないです、今マジで。私もやずちゃんも好きなんですけど、大食いの方すごい大好きなんですよね。で、岩手にも魔女菅原さんっていう方がいて、その方がパン屋さんを経営されてて、大食いの女王なんですけど、パン美味しく食べさせていただいてます。めっちゃ嬉しいんだけど。嬉しい。これ私、このポストカードを全員部屋に飾ることに決定いたしました。ありがとうございます。で、正直ね、こんなに綺麗にクリエイターさんも希望通りの方が出るとも思わなかったし、こんなに被ってないのも少ないと思うんですよ。いやー、買ってよかった。買い物トップ2に入りますね、今年度の。マジで感動しました。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じで YouTuber チップス、もうちょっとで一般発売、3月から始まるみたいなので、コンビニとかにあったらぜひ皆さんも運試し YouTuber チップスしてみてはいかがでしょうか。この動画が良かったらグッドボタンよろしくお願いします。そしてまだの方、チャンネル登録お待ちしております。よかったら他の動画も見てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram いますので、ぜひチェックよろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。